こんにちは、ネグ社長です。今日は銀座ゴーシティとポートパークシティをドッキングさせようと思います。合体ですね、合体。今かなちゃん修理します。これね、袋に入れて保管してたんですけど、ここでもね、これも走っていきます。これは忍者ゴーシティですね、忍者ゴーシティ。はい、上層部美佐子のアパート、ノイドのアパート、なんだろう、喫茶店。これ何かな、お掃除ロボの家かな、わからない。大変だな、直すの。これすごいね、ほら、どうやって直したんやろ、分からへん直し方が。これもパーツ、パーツ、うん、お寿司屋さんの。ほんまや、はい、完成です。めちゃめちゃ苦労しましたね。はい、まず、はい、1階部分、じゃじゃーん、じゃ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 ーん、ドッキング。バイハロー YouTube。 ほら、ガシャン、3階建て、最後はそして感動の最上位、最上階。これコストコで2万5000円ぐらいとかで売られてましたよね、確か。メルカリとかで2万3万ぐらいで転売されてたので、3万円の販売価格ってことは仕入れ値2万ぐらいじゃないと割に合わないんですよね。だからコストコで高くて、だから2万とか2万5000円でこれ売ってたってことなんですけど、知ってる方いたらちょっとコメント教えてくださいね。めちゃめちゃ安く転売されてましたね、本当につい最近、2ヶ月前ぐらいの話です。本当羨ましいな、2万円で買えた方。完成です。はい、旅行か。これね、ちょっとカメラ入りきらないですね。困ったな。ありますね。これね、どうやってドッキング？こう、こうですね、こう。で、ここにポートパークシティが来るって感じ。ちょっと持ってきますね。実は僕これドッキングさせるのは初めてでして、はい。初ドッキング。僕自身も初。皆さんも多分これ動画で見るのは初めてじゃないですかね。日本人でこれやってる方いました？いませんよね。任せてください、任せてください、任せてください。日本人で忍者号専門でやってる僕がね、初ドッキングさせていただきます。ドゥ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 、初合体、僕自身も初めて見る、日本人初かもしれないドッキング。がちょっと編集入れますね。ドッキング完成。どうですか、侍ジャパン。ほらすごい。これね、こっちこっちの方ね、1ピース単位で細かく全カットしてるんでね、組み立て動画見やすいんで、忍者ゴーシティの組み立て動画よかったら見てください。結構組み立て動画のレベルは高いです。かっこいいですよね。ちょっと見ていきますか。これすごいですよ、うん、かっこいい。後ろ姿がこんな感じですね。どうでしょう、かっこいいですよね。ほら、いい感じです。はい、別アングルからこういう感じですね。かっこいいですよね。これすごいですね。これだから何千ピース、7000ピースぐらいですか。横側がこんな感じですね。かっこいい。どうでしょう、ほらモザイクかけるのが大変。クックウィンク。いや、これ本当にすごいですね。自分で言うのもあれなんですけど、結構すごい。これはどうでしょう、これかっこいいですよ。裏もこういう風に道になっててね、多分この横幅どれぐらいあるんだろう、70センチぐらいはあるんじゃないのかな。だから最近発売されたあのレゴシティの大型船よりも横幅は長いかもしれない。うん、というかそのレゴシティの大型の船、64センチある船、あれすごいですね、まあ、これに近いぐらいの長さがあるっていうことですからね。これかっこいいですよね。ちょっと子供に感想を聞いてみましょう。これどう？すごい。これすごい、うん、かっこいいね。はい、次ね、こちらちょっと分解していきましょうか。分解というか、はい、まず、まあ、これ取れますよね。はい、置いときましょうか。これが取れて、はい、これも取れる。これすごいですね。
おぉ、それも取れる。これも取れるでしょ、これほら、これも取れるかな。取れる。じゃ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 ーん。で、取れて、お寿司屋さんね。で、これも取れる。ちょっとカメラに入らないんで、もうこれ以上取れないんですけど、すごいですね、これ。ほら、これ僕もつなげたの初めてだったんでね、ちょっと感動してるかな。どうでしょう、これ。ほら、これやばいでしょ、この量。7000ピースぐらいありますからね。うん、やばい。これはやばいですね。はい、以上、こんな感じでした。ご視聴いただき、ありがとうございます。忍者号と共にあらんこと。そしてこのチャンネルでは、初心メカファイアーストーン、空中戦艦バウンティング号や、ロイヤルドラゴンアルビリオン、魔界のスカルドラゴンクリフブリンガーや、はい、全のモンスター、あと魔界の砦でスカルジャイルなど、様々な動画を上げてるので、登録がまだの方はぜひ登録してみてくださいね。バイバーイ。ありがとう。今回の動画が面白かったと思っているんでしたら、高評価の方をお願いします。その他にもこのチャンネルでは、ネゴを楽しむ動画だったり、できるだけわかりやすく配信してますので、今後もそういった動画を見逃したくない方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。